ひきみわさびは、島根県増田市ひきみ町にて栽培されるわさび。ひきみでのわさび栽培は、文政元年に始まり、昭和初期には、島根県産の90%を占める年間300トンを産したとされる。その時期には、わさび産地として、東の静岡、西の島根と呼ばれるほどで、その中心がひきみであった。しかし、 1970年代以降の2度の水害、後継者問題や地球温暖化等から生産量が減少した。2000年代以降、移住者による復興が試みられている。2013年度の島根県のわさび生産は、畑わさび70.2トン、水わさび4.3トンの合計74.5トンで、全国第5位であるが、上位3県とは大きく差がある。 このため現在は、かつての生産量との極端な際から、幻のひきみわさびと称されることもある。北海道を除く日本付近は熱帯高圧帯に属し、本来は砂漠になってもおかしくない井戸にありながら、豊富な降雨に恵まれた世界的にも珍しい地帯で、ある。その降雨は冬となれば、雪となり、中でも本州日本海側は、世界で最も低井戸にある。 豪雪地帯とされる。引き身はその豪雪地帯でも最も低位度に位置する。積雪は越冬するわさびを下の脅威から守ることができる。また天然のダムとして機能し、わさびを育む水を豊富に蓄える。さらに引き身は島根県西部に位置しており、年間を通じて日照時間が短く、湿度が高い。日本固有種であるわさびはもともと 日本海側を中心とした分布を持つ植物であり、高温と強い日照を嫌い、多湿を好む。こういったわさびにとっての好条件がすべて揃っていたため、日本人がわさび栽培を始めるはるか以前から、ひきみにはわさびが豊富に自生し、身近なものとして存在し、親しまれてきた。気候的に、ひきみは現時点においてもわさび栽培の適地であることには間違いないが、 その将来は楽観できない。というのも、世界の平均気温は100年あたり、約0.68度、日本は約1.15度の割合で上昇していると言われ、島根県浜田市は約1.1度上昇しているからである。気温の上昇率が、摂氏0.55度、100メートルとされるので、これは同一品種における気温ベースの栽培的地が、 単純計算で100年間に200メートル高地へ移動したことになる。かつて引きみでは標高の低い庭先でも一級品が収穫できたが、戦後から徐々に水温が上がり、暖冬続きでわさびの病虫害が蔓延し始めてきた。農家によってはその病虫害を避け、幸い適地を求めて高地に補助を移動する等の工夫をしているが、このような地球温暖化的大作はいつかは、 限界が来る。さらに、日本海側では、これまでない、大きな規模の集中豪雨も頻発する様になった。ひとたび集中豪雨が来れば、わさびが流され収穫できなくなることはもちろん、わさびだそのものに対しても、壊滅的な被害を与えるからである。渓流式わさび殿。島根、山口、兵庫、岡山、広島県など、 中国産地を中心に広く採用されている方式。中国山系とも言われる。渓流に沿って、自然の地形を生かして突き出される。冬の降雪時、水の流れにより、通常雪は溶かされるが、溶かしきれずにすべてが雪に覆われることがある。渓流式はサビデを修復する工事風景。重機の入れない場所に立地することが多く、すべて手作業である。収穫に向け、 農家がわさび殿に移動する光景。勾配が急で足場が悪い谷沿いを1時間以上かけて移動することがある。収穫物は背負いかご一杯で運ぶのが精一杯だ。ひきみわさびの収穫を手伝う農家の妻。夫がわさびを掘り起こし、妻がそれを調整するところ。収穫直後のひきみわさび。この後下山し、自宅作業場でひげ根の部分を除去するなど。 出荷準備に追われる。すりおろした、ひきみわさびの色と味について、評価を開始するところ、左から、ひきみわさび、ひきみわさび、静岡産わさび、すべて、およそ3年かけて栽培されたものである。色については関東は、緑が濃いものが好まれるのに対して、関西では、緑が薄い、あるいは、黄色が好まれる。加工わさび作用手の記念者は、 業務用粉わさびについて、発色の異なる2種類を製造を販売している。左側、関西風、片番、V-118 右側、関東風、片番、V-18 わさびの醤油漬け。原材料として、わさびの新芽だけを厳選して使用する。島根、広島、山口県などの中国地方では、この新芽のことを、特に、ガニガと呼び、 希少部位であるゆえに高級食材として重宝する。揮発性であるわさびの風味を持続させる各家庭ごとに秘伝のレシピがある。わさび神社に奉納される神事の神楽演目はわさび天狗、通称わさび神楽病虫害を象徴した鬼がわさび農家に襲いかかる光景。現在はスモークによる演出がなされている。この後、天狗が鬼を退治して、 ハッピーエンドの結末を迎える。民林寺文書、伝毛利照と書状の複製。山口県の三林寺に保管されている同古文書には、中世末期の増田の領主であった増田岩章が毛利照元に対して、わさひの料理でもてなし、感激させた後の記述がある。文政三年、浜田藩主の中川健治が編纂した岩見劇の複製。原本は、 大田市の物の部神社に保管されている。な、一名をわさびとも言う。美野群ひき身の山中に多く生産されていると記載され、わさびの薬理作用にも言及している。ひき身町の伝統料理を守る、萩の会による、うずめ、飯のレシピは以下の通りである。ひき身の水わさびは、水質日本一の清流湖津川水系の澄んだ水と、渓流式と呼ばれるわさび田で栽培される。 静岡では畳石式、長野では平地式というわさび田が大部分であり、これらは湧き水を水源とし、重機を使用し、大規模な突き田を行うことが多い。また、比較的アクセスが容易な場所に位置している。一方、渓流式は、主に渓流を水源とし、山奥の渓流沿いに、自然の地形を最大限に活かし、もっぱら人力で小規模に突き田される。また、 アクセスが容易な場所になく、一般に登山上級レベルの見客が求められることが少なくない。引き目の水わさび栽培における特徴は、ゆっくりと成長することである。これは、限りなく自然に近い環境である、軽流式と呼ばれる栽培方法による。湧き水の水温は、年間を通して、ほぼ一定なのに対して、渓流の水は常に外気にさらされており、 その水温は外気に影響されやすい。そのために、経流式は、式の移り変わりごとに、水温も著しく変化する。一方で、わさびの生育水温は8摂氏18.6度と、狭く、それよりも高くても低くても成長が止まる。したがって、経流式による水わさびは、常に成長を続けることはなく、年輪のようにはっきりと成長と休息を繰り返す。 水わさび根茎の食味、外観に関する特徴として、以下3点がある。清潔な辛味の後、穏やかな甘みが広がる香りと粘りがあるおろし色は、緑色が薄い。この甘みについて、元、ホテルオクラ和食総料理長の星野李ミは、次のような分析をしている。ひき身のわさびは、ただツンと辛いだけでなく、辛味の中に甘みがある。 それは多分、雪の中にあるからだと思う。ほら近年は、雪の中に保存しておいた大根が美味しいと、言われるようになってきたでしょう。あれですよ。粘りは、すりおろし後の絡み、香味成分の発散を防ぎ、品質を長く持続させる効果があるとされる。同時に、ネタとシャリをなじませる役割も強くなる。例えば、数の子やアワビなど水っ気が強く硬いネタでは、 容易にシャリから滑ってしまうが、わさびを使えば、滑り落ちにくくなる。粘りがあればなおさらだ。おろし色について、東京では、緑の濃い静岡産わさびが好まれるのに対して、京阪新地方では、緑の薄い島根産が好まれる。加工わさび作用手の近隣者は、業務用粉わさびについて、発色の異なる二種類を、製造販売、関西風と、関東風があり関西風は、 発色を抑えているとされる。主に紅葉樹が育つ山林の傾斜地で栽培される。紅葉樹は夏の強い日光を遮り、冬は落葉し弱い日光を遮ることがなく、生育に適する日当たりを自然に調整する。畑は標高250メートルから1100メートルまで様々であり、中にはその標高差による生育の違いを利用して、 繁忙期をずらすなどの工夫をする農家もいる。水わさび、畑わさびとともに、島根産号系が多く栽培されている。島根産号は1942年、日原町の特農、田中健次郎の協力のもと、島根県農業試験場の応木国心博士が開発した。わさび栽培に致命的な被害を与える腐敗病に対して発見された。 唯一の大病性有料品種で、島根県わさび産業の危機を救ったと言われている。水わさび専用としては、ひきみ在来種のほか、在来種を選抜した大宮などがある。一方、畑わさび専用としては、2002年に開発された三沢という品種も利用される。なお、在来種は以下の理由により、少量しか生産されていない水わさびの加工品として、 無添加のわさびペーストや自然書にわさびを混ぜたペースト、ソーセージなどがある。畑わさびは主に練りわさびの原料に使用される。また、醤油漬け、酒かす漬け、味噌漬け等の漬物をはじめアイスクリームやプリンにも使用される。特に醤油漬けは食感の良いわさびの新芽部分を中心に利用される。ひきみわさびは通称 の市と呼ばれる一般の民間業者を経由して流通することがある。また、農協を経由して大阪や京都市場に出荷されることもあり、その際は島根わさびとして流通する。この島根わさびには、イカ県内複数の産地が含まれるが、そのいずれもゆっくり育てられており、品質は、ひきみわさびと同様粘りが強く、辛さの中にほのかな甘みがあるとされている。 ひきみ町にはわさびを使用する料理がすでに中世には存在しており、中でもうずめめしは、宮内町が実施した全国郷土料理調査によって選定された日本語大名版の一つにもなっている。この料理、パッと見、丼に白いご飯がよそってあるだけのように見えるのだが、お箸でご飯粒をかき分けると、鶏肉や里芋、ごぼう、人参、なめこなどが、 に汁とともにご飯の下にうずまっている。そのことからうずめ飯と呼ぶようになったとされる。ひきみでは法事や祭り、正月などお客さんが見えた時のご馳走として食されたとされる。その由来には以下三つの説がある。衰退したわさび栽培の復活に向け以下のような施設や施策が導入されている。以上の試みは2017年。 わさびの栽培体験を含むふるさと教育が高く評価され、ひきみ小学校が全国最高の国土緑化推進理事長賞を受賞した。増田市では定住対策事業の宣伝用にわさびをモチーフとしたマスコットキャラクター、わさ丸が2011年に発案された。ありがとうございます。